皆様おはようございます。1月の12日午前8時57分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日水曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様、いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV が住んでいる地域は完全に晴れ渡っている今日水曜日でございます。よろしくお願いいたします。今日のね、朝方テレグラムでございましょうかね、を見ていたら、やっぱり北海道にねお住まいの、あちらでございますソウルマンとかね、北海道の方にお住まいで、ございますけれども、かなりね雪がね降っておりまして、ソウルマンというのは、私のバディのねお一人の方なんでございますけれども、雪がもう積もりまくっていてやばいという形。あの玄関のね、あの石がありますよね、玄関のあのわかりますかね、なんかこう玄関を作っているような石、あの上に雪がこんもりね乗っかっていると。まあね、私は九州の南部ソウルマンはね、あちらでございますよ、もう日本のね北の方にね住んでおりますので、やっぱりね全然様相が違うと。私の地域はもうね、先ほども言いましたね、晴れ渡る水曜日でございますので、元気よくね行ってみたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。やっぱりね、おはようございますということで、やっぱりこれは見ておかないといけないでしょうと、よろしくお願いします。こういうことでございます。グッドモーニング、もう GM が来るレベルで、やっぱりね、USA はね違うと。 USA はやっぱりやることが違うと。わかりますよね、おそらくね皆様ね、コーヒーって多分口から飲むと思うんですよ。ですけども、やっぱりねアメリカの方々っていうのはコーヒーをね、もう頭からぶっかけるっていうね、このレベルも朝っぱらから行くぞと。朝っぱらから気合い入れて、わかりますよね、もう車に乗る時もね、人差し指を突き上げて USA と言いながら多分ね乗っていると思います。そのレベルでこの方ね、もうやっぱ仕上がってるんですよ。もう仕上がりまくってます。だからこういうことがね、やっぱりアメリカでは日常茶飯事で起こっている可能性もやっぱりなきにしもあらずということで、ここはやっぱりね、かっちゃんに、かっちゃんにね、やっぱり調べていただきましょうということで、よろしくお願い。目覚めのコーヒーね、かっちゃんはまあアメリカに、お住まいでございましょう。あとは、まあニューヨークと言ったらね、兄貴でございますよ。兄貴でございます。はい。あ、じゃあ、ニューヨークのね、兄貴、が、いるわけでございますけども、名前が今、飛びまくっております。はい。名前が今、飛びまくっておりますけども、まあ、ニューヨーカーのね、おっちゃん、キヨスさんです。ごめんなさいね。兄貴って言ってたら、もう名前がちょっと今飛んでしまいました。キヨスさん。はい。ニューヨーカーのね、兄貴、キヨスさんにもね、聞いてみたいなと。やっぱり、アメリカってこれぐらい行くんですかみたいなね。街中でコーヒー買って、こんまんま行くんですかみたいな形で、ちょっと聞いてみたい次第でございますけども、まあ、私はこれを見てね、グッドモーニング、やっぱり GM が来るかと。GM、GM ワグミですかね。あの、GM ワグミっていう通貨があると思うんですけど、あれは、グッドモーニングっていう、言葉の頭文字を取って GM。だから、あれでしょ？バイナンスのね、ジャオチャンポンさんとかも、なんかこう、GM みたいな感じでツイッターを出したりとかして、うん。だからそれで、GM ワグミですかね。あの通貨が、こうね、こう、一気になんかこう、流し入れ渡っていったみたいな感じで、背景がありますけれども、GM が来るレベルですげえと、私は思った次第でございます。でも、これ何回見てもね、これ受けるってね、頭からぶっかけるコーヒー、こんなことあるのってね、もう奇跡以外の何者でもないでしょ、これは。で、その右上に、メンタルマネージャーがね、背中を向けて佇んでいる。まあ、こういうことでございますよ。今度ね、メンタルマネージャーにこれやってもらおうかなって私思っております。ファミリーマートか、まあ、あそこでございますよ。セブンイレブンかね。もう、ホットコーヒーを熱々の買ってね、もう車の中でやってみたらという感じでね、思っている次第でございますので、よろしくお願いします。やった際には、完全に動画に収めて、あちらでございます。わかりますよね。顔にはモザイクをかけて、動画に収めてね、皆様の元にお届けしようと思っておりますので、ここはぜひともね、よろしくお願いいたします。まあ、さすがにやれねえかと。これはやっぱりね、白いガウンがあってこそのだと思いますので、やっぱりここは、メンタルマネージャーね、私の方から白いガウンをね、プレゼントいたしまして、ちょっとこれやってみればみたいな感じで、うん、ちょっと進めてみようかなというふうに思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。で、この、今見た、皆様が見ていただいているのは、ガハハハチャンネルというところ、うん、これはテレグラムのね、無料のオープンチャット、パイナポー TV の、さらに補助戦艦という形で、この中では、もうあれ、もうエンタメ系です、エンタメ系。この中では、もう仮想通貨の話はほぼしていないと、うん、こうね、こういう、画像を載せたりね、まあ面白いことを話しているので、まあ、たまにはですよ、うん、仮想通貨のね、業界に皆様いらっしゃいますから、やっぱりストレスが溜まる、相場感の時もあるでしょ？ね。そういった時に、やっぱりこういったところちょっと入っていただいてね、みんなでわちゃわちゃ盛り上がっていただくのもいいんじゃないかなというふうにはね、私思っている次第でございますよ。思っている次第でございますので、ぜひとも皆様、こちら、パイナポー TV というのが本戦艦でございます。これは、私のね、動画の説明欄の下の方にリンク貼っておきますので、テレグラムをね、ダウンロードしていただいて、そこをグリッと押していただければ、今ね、もうね、1760名様以上がご参加をしていただいていますので、やっぱりね、このパイナポー TV
TV テレグラムの方もやっぱり今年2022年はね、メガチャンネルにしていきたいなというふうに思っておりますので、もしよろしければ、ここねご参加していただければ私も嬉しいでございますので、ぜひともぜひともよろしくお願いします。パイナポー TV の方に、が本館でございますから、入っていただいて、例えばガハハハハチャンネルの案内くださいよとかね、例えばトレードのチャンネルに行きたいんであれば、偉大なる航路へというのがありますから、あとは例えば最近ねビットゲットさんが、私話題に上らさせていただいておりますけれども、ビットゲットさん専用の部屋も作ってます。ビットゲット分室っていうのがありますから、そこをもしねビットゲットさん使われていて、もしねコピートレードとかあるじゃないですか、ビットゲットさんで、あそこでねたまに、こういいトレーダーさんの情報とかがまあ、たまに流れていたりするので、そこで情報を拾っていただいたりとか、今ねビットゲット分室の方がもう360名様から70名様ぐらいいるかな、それぐらいいらっしゃいますので、もしよろしければねぜひともぜひともご参加いただければ大変嬉しい限りでございます。そして、あとはあちらピンクパイナポーという部屋がございますので、こちらもね、女性の方限定の部屋になっておりますから、もしよろしければね、こちらにもご参加をいただければ大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、一応ねガハハチャンネルのこのグッドモーニングというところでね、まあ、面白い画像がありましたので皆様にお届けしました。お願いいたします。そして行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがお3つ、そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはステラですね、ステラ、そしてマティックを見ていきましょう。そして最後締めくるのはヒーローで行ってみたいと思いますので、皆様ぜひともぜひとも水曜日の第一部の晴れ渡っている空、九州の南部ビットマン TV の第一部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。グッドモーニング、レッグアウト、お願いいたします。どこであんな画像を探してくるの、マジで。これ見た瞬間爆笑で、これ何すんだろうと思ったら、頭からブラックコーヒーぶっかけるって、もう完全にもうね振り切ってるじゃんと、振り切ってこの兄ちゃんと仲良くなりたいビットマン TV でございます。よろしくお願いいたします。そして、行きましょう行きましょう、まずは重要ニュースがお一つ目、こちら流れてきておりましたよ。行きまーす。ビットコイン価格は4万3000ドル付近に急騰。上がってきましたね。で、今押されているのが、ちょっと雲が、ちょっと邪魔になっているので、そこを後でチャート分析で見ていきましょう。で、行きますよ。アルトコインに本当の痛みが訪れると、一応トレーダーの方が警告しております。行きますよ。ビットコインは11日のアメリカ市場会場に向けてわずかに下落した。そして、4万3000ドル近くまでね、上昇いたしましたと。で、アメリカの連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長のコメントがね、市場に勢いを与えているようだということですね。で、ビットコインはサポートで構成。はい、行きましょう。パウエル議長によると、アメリカはね、しばらく低金利環境が続く可能性が高いと。で、この発言は株式や仮想通貨などのリスクオン資産をね、押し上げたようだということでございますね。で、コインテレグラフマーケッツプロと、トレーディングビューのデータでは、ドル建てのビットコインは現在ね、4日間過ごしている狭いレンジの中央に戻っていることが示されたということですね。で、一方で、コインテレグラフに寄稿するマイケル・ファンデポッペ氏は、非常にシンプルにビットコインはまだ4万2800ドルのレベルをね、破ることができなかった狭い範囲に留まっていると、動きがね、少ないことを強調したということですね。で、全体としていいですか？我々は今サポートに直面しており、市場のブレイクダウンを避けるために保持しなければならないということですね。で、現在、4万3100ドルへの押し上げがあっても、強気なオンチェーン指標が持続し、縦玉がね、上方向へのショートスクイーズへの期待に火をつけても、トレーダー間の雰囲気は慎重なままだと。で、投資家センチメントを示す仮想通貨の恐怖&強欲指数は、わずか10という数値を、まあ、つけていると。の、数ヶ月ぶりの安値から、夜間の価格反発による上昇を見た後も、極端な恐怖の領域にまだまだね、とどまっていますよ、ということですね。で、1月10日の、だから、9月ぐらいでしたか、去年の。だから、その時に同じぐらいの年次まで落ちてきた時は、まあ、強欲レベル。90ぐらいつけてたって話です。だから、金額が同じだけど、この、まあ、いわゆるね、投資家センチメントを示す指標は、一点、もう逆、10という極度の恐怖に、極端な恐怖にまだいますよ、ということ。だから、価格は、だから似てるんですけど、チャート形状的には似てるんだけど、全然ね、投資家のセンチメントが全然真反対ですよ、ということを、まあ、一時前のニュースではね、上がってきておりましたよね。で、行きましょう、行きましょう。1月10日のデリバティブのオーダーブックの動きについて、ディセントレイダーの共同設立者である、フィリブ氏も、警戒を特には時期尚早であると述べたと。まだまだね、警戒しておかないといけないと、下げの。で、行きましょう。アルトコインの本当の痛みは、まだ来ていない。つまり、まだ落ちてくるってことを言ってるんですよね。行きますよ。同じくトレーダー仲間のペントシ氏は、アルトコインは下落トレンドをね、再開する前に上昇し、ブルトラップを形成する可能性があると主張したと。
で、ペントシュ氏はフィリブ・フィリブ氏などと同様、ビットコインに対して冷静な視点を持ち続け、マクロ環境のおかげで2022年まで続く弱気な見方をね採用していますということですね。で、これらのアルトの多くは厄介な足が下がる前に、人々を吸い込むために少しバウンスしているように見えると、まあ反発しているように見えると。で、多くの銘柄はパラボリックな上昇を形成した後、すでに跳ね返されたエリアを再テストしているが、サポートが構築されていない巨大なエリアがね下にあるというふうに11日に発言したと。で、本当の痛みはまだ来ていないんだよということで、まだまだ下落してくる可能性が余裕でありますよってことを言っていますよね、ここはね。で、ペントシ氏はソラナを取り上げ、50ドルから80ドルの間の大幅に下がった水準でのみ購入することに興味があると述べたということですね。ですから今ソルまだね100-230ドルぐらいいると思うんですけど、まだここから大幅下落を起こしてくる可能性があるということで、まあ一応ね有名なトレーダーの方が、まあアナリストの方でございましょうか、まあ言っているということで、ここはね、注意をしておきましょう。まあトレーダーの方ですよね、言っておりますので、ちょっと注意をしておいた方がいいかもねということでございます。はい、次行きましょう。だからアルトコインはまだね落ちてくる可能性があるよと。で、次行きます。次はこちら見ていきましょう。来ました皆様、バイナンスがポルカドット系銘柄の新規上場実施、やったと、ムーンビームやったということで、私も一応ね、あちら、オークションの方には参加しておりました。ポルカドットドットをね、ロックする。1万ドル分だったかな、あの時点では。で、今ね、かなり下がってきてます。ドットで220枚ぐらいをオークションでムーンビームの方に、オークションで、私は、かけました。で、ここね、オークションを突破いたしました。ムーンビームが2番目に突破したのかな。で、その、まあ、いわゆるね、エアドロップで配布される通貨、この GLMR というのが上場を早速しております。本当にありがとうと。一応見ておきましょう。大手暗号資産取引所のバイナンスは11日、銘柄の新規上場を発表したと。で、対象となる銘柄は GLMR で、日本時間12日の1時より取引をね開始したということですね。で、出金は12月24日より可能になる予定だということでございますね。12月24日でどういうことですかね。今年のってことですかね。で、いきましょう。また、提供する通貨ペアはビットコイン建て、BUSD 建て、そして USDT 建ての3つとなると。で、GLMR はポルカドットのパラチェーンで稼働するムーンビームネットワークのガバナンストークン、やっということですね。ここはちょっとテンションが上がってきたよと。ガバナンストークンで、送金手数料やステーキング、流動性提供による報酬として利用されると。で、ムーンビームは、ポルカドット上のイーサリアムとも呼ばれるスマートコントラクトプラットフォームだということですね。で、上から下に行きましょう。まあ、ここで、ニュースは終わっております。で、一応、バイナンスに上場していたので、15ドルぐらいを一旦はつけてたかな。上場後のこの51ドルっていうのは、まあ、いいかなと思いますけれども、一応ね、15ドル付近で安定はしてたんですけど、ちょっと今また落ちてきているというような状況にはなっております。OK でございましょうか。で、あとはね、まあ、ここで、ビットコイン建てとかもありますけれども、どれぐらい配布されるんですかね。ちょっと、やっぱりそこが気になるところ。で、一応、見ておきましょうか。まあ、私も参加をしておりますから、ここがちょっと気になるところなんでございますけれども、これです。ムーンビームというね、ところに私は投票しました。220ドットぐらい入れました。で、一応ね、リースのロックアップ報酬の総額が、ここ上から4段目を見ていただいたら分かるように、1億5000万、GLMR が、だから、これ、配布されるんですよね。全部で。1億5000万 GLMR。で、それを、1ドットあたりで割ると、結構な金額、1100万ドットが、いわゆる投票数として預け入れられたわけですから、これ1ドットあたりの枚数を考えていくと、っていう感じでいいんですかね。だったんなら結構な枚数がね、もらえるような形にはなります。ちょっと見ていきましょうか。計算してみましょうか。1億5000万。こうですよね。割る1100万ぐらいだったかな。でしたね。1100万。で、行くと、1ドットあたり 13GLMR 配布される。一応均等割りだったらね、計算にはなるんですよね。だから1億5000万が全部配布されるっていう形でいいんですかね。ってなると、私、220入れてますから、3000枚ぐらいもらえるの？これガチで？これガチだったらやばくないですか？まあ、でも金額が落ちてくる可能性も余裕でありますからね。まあ、均等割りだったら3000枚ぐらいの GLMR がもらえるっていう形になるので、それかける、今まあ10ドルぐらいでしょ。3万ドル嘘？マジで？本当に？だったんならめちゃくちゃ嬉しいんですけど、さすがにそんなうまい話はないかなと思いますけどもね。まあどうなっているのか。一応、配布に関しましても、ここ、報酬タイムラインが載ってます。
今月、来月の16日に1回目の配布があるのかな。で、そこから3月23日に2回目。で、そこから3ヶ月ごとに配布されて、最後が、来年の3月26日という形にはなるのかなというふうに思いますので、そこでロックアップが、これ、ドットのロックがね、解除されるのかなという形にはね、思っている次第でございます。あ、帰ってくるのがごめんなさい。2023年の10月の21日、ごめんなさい。来年の10月21日に、まあ、ドットが帰ってくるということですね。配布の最後は、2023年の、3月、ここでいいのかなというふうな感じがいたしますけれども、そういった形でなってますから、まあね、ドット、220枚ぐらい預け入れたので、もしね、本当に均等割れとかされるんであれば、1億5000枚を1100万枚で割るんでございますから、11枚、1ドットあたり13枚ぐらいの配布があったらね、本当に嬉しいなというふうに思っている次第でございますけども、ここはね、なんとか、うまい具合にね、仕上がってくれればなというふうに思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、ムーンビームにね、投票した方は、まあ、良かったねということでございます。で、他の通貨に投票した方もね、まあ、配布はされていくでしょうし、まあ、上場はね、あり得ますので、ここはね、まだまだ、まあ、諦めずにというか、普通にあると思いますからね、ここは期待をしていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。そして今日の最後行きましょうかね。重要ニュース。行きますよ。こちら。カナダのマイニング企業である、ビットファームが、10日にね、4320万ドル、つまり49億円分のビットコイン追加購入を明かしましたと。で、2022年の年明けに、1000BTC を注文した結果で、保有量が 4000BTC を超えた点も見逃せませんと。まあ、クジラになりましたかこれは。で、ビットファームは仮想通貨関連企業としてナスダックにも上場。で、今回の動向は、まるでクジラ投資家の様相ですということですね。で、ビットコイン市場への影響も考えられますよということで、上から下見ていきましょう。ビットファームズは、カナダの仮想通貨マイニング企業ですと。で、2017年の創設後、2021年6月に、ナスダック上場を果たすなど世界的な影響力を持っていますということですね。で、マイニングに興味のある方にとってビットファームズは注目すべきでしょうと。で、ビットファームズは環境への意識が高く、施設電力のほぼ 100% をね、水力電、発電で賄っていますと。で、近年世界的に環境への意識が高まっており、水力発電は二酸化炭素を出さない点から環境的なメリットが考えられているのですということですね。で、マイニングは電力に使うエネルギーの消費量がね、多いことから環境に優しい使い方が鍵になっていましたと。で、環境意識の高いマイニング企業としてビットファームズは世界的な注目を集めていますよということですね。で、いきますよ。ビットファームズは10日のツイッターでビットコインの保有量がね、従来の 30% 増しになったことを明かしたと。で、上から下に10日の発表では、ビットファームズは2022年の第1週に1000ビットコインを買い足した結果、総保有量が4300ビットコインになったと語っていますと。で、世界的な企業らしく、ビットコインの保有量はね、凄まじい状況になっておりますということですね。で、1月10日時点の GMO コイン調べで、ビットコインの終値は477万1228円になっていますと。で、ビットコインは個人ではね、買えない量なので、ビットファームズの財力の凄さが伺えるでしょうということですね。で、このように大企業は仮想通貨市場において、クジラ投資家になり得るのですということです。で、今後もビットファームズがビットコインを買い満たす可能性があるので動向に注目をしておきましょうと。で、いきますよ。ビットファームズの追加購入の目的はおしめ買いかということで載っておりますよ。ビットファームズの CEO である、この方、エミリアーノ氏でいいんですか、は追加購入の動機として合理的と思われる戦略を明かしていますと。で、それは低コストでビットコインの保有量を増やすことですということですね。で、最近のビットコインは仮想通貨市場での冷え込みが続いていますと。で、前年の秋口には700万円をね、超えていましたが、現在は500万円を下回る状況ですということですね。で、ビットファームズは次の上昇トレンドに向けたチャンスと判断し、押し目買いに出たのでしょうと。で、上から下に、ビットファームズの押し目買いは果たして成功するのでしょうかということですね。で、ビットコイン市場への影響はどうなるか。ここ最近のビットコイン市場をチェックしてみましょうと。で、GMO コイン販売所における冷やしチャートで解説をしますよということですね。いきますよ。一応読んでおきましょうか。ビットファームズが追加購入を明かした10日は、初め値が487万7151円でしたと。で、終わり値は477万1228円とダウンをしていますと。で、11日には価格を回復させているので、ビットファームズ追加購入の効果が伺えます。で、上場企業によるクジラ投資家のような行動が市場に少しばかり影響を、ね、与えたかもしれませんと。で、これが一時的なのか上昇トレンドのきっかけになるのかが気になるところですよ。ということで、一応ね、まあ、ビットファームズというところが 1000BTC を追加購入したということで、まあ、注目ね、しておきましょうということで、よろしくお願いいたします。まあね、今本当にもう何百万円という形になってますよね。本当にこれがね、ビットコインがもう、例えば出始めの頃であれば、もう何万円とか、もう下手すると何千円でね、購入できた時代もあったんですよ。それが、でしょ?だって、3万円、4万円とかの時も普通にあった。
ったわけでしょう。で、ね、その時に例えば1000枚であれば3000ドルですよ。3000ドルが1000枚で3000ドル。まあ、1000枚以上が基本的にはまあ大口、まあ、クジラレベルでしょうか。1000枚以上がね。かなと思いますんで、まあ、大口ウォレットというふうに言われるでしょうから、ビットコインを1000枚持ってたら、それはね、企業が持っている、保有しているレベルですよね。大企業が、まあ、保有しているレベルかなと思いますので、1000BTC 以上だったらね、これを個人で持てたチャンスもやっぱりあったんだよなと思うと、ものすごいこのね、10年ぐらいで、ものすごくね、もうこの仮想通貨業界、まあ、特にビットコインの価格の上昇ってやばいことになってるよなって、やっぱこれを見たら思いますよ。うん、だって本当にね、何万円という時代があった、何千円という時代があって、十何年かで今の状況になってますからね。その時にね、本当にね、この仮想通貨ビットコインに未来をね、抱いて購入をしていたらどう、今頃もうやべえこと、もう何十億円、下手すると何百億円という資産をね、作ることができたよねと思いましたよ。やっぱり私もこういったものを見るとね、ただやっぱりそういったね、チャンスを、うん、やっぱある意味逃してしまった。だけれども今のこのね、仮想通貨市場業界っていうのは今からのやっぱりね、まだまだ業界だと思いますので、大企業とかもこういった形で押し目買いを行っているような状況で、今やっぱりイストリゲームでは強いのはね、マイクロストラテジーが12万 BTC ぐらい持ってる。その次がテスラ社が4万から5万ビットコインだったかな。それぐらい持っているという状況でございますから、まあイストリゲームの2強はね、その2つでちょっとこうね、決まっているんじゃないかなって感じもしますけど、こっから先ね、やっぱり大きな企業であるとか、まあそういったところがね、購入をしていく、仮想通貨、まあいわゆるビットコインを資産として保有していく、それをいろいろなものにね、利用していくっていう流れが出てくれば、より一層ね、需要が高まってきて、需要が当然高まるということはね、供給を需要が上回るということでございましょうから、まあ金額はおのずと上がっていくでしょうと。うん、そういった未来がね、今後また、折り返しという、まあ、ある意味10年の折り返しという考えでいくと、ここから先10年後、本当にね、1億円という、1ビットコイン1億円という、もうものすごい金額に上がっていく可能性は、これはやっぱりね、ゼロじゃないと思います。うん。やっぱり10万ドル、20万ドルっていうのは、あのね、言ってる方たくさんいますけど、100万ドルに到達するんじゃないかっていうね、予測も立てられているレベルでございますから、これは本当に、蓋を開けてみないとね、わかんないレベルだと思いますよ。うん。だって、十何年間で、このレベルまで到達してきたってことは、全然ありえますよね。だって1億円って言ったら、今から、20倍ちょっとですから、20倍ちょっとなんですよ。だから、全然、いけないレベルじゃないんじゃないかなと、本当に、だって2100万枚っていう枚数決まってる。で、さらに言うと、セルフゴックスしたところ、ものとかね、加味すると、実際市場に流通しているのは、1700万枚から1800万枚っていう風に言われてるんですよ。で、こっから先さらに、そういったことがね、起こる可能性も当然ありますでしょ。セルフゴックスする方が、出てきたりする可能性もありますから、やっぱり長い時間かけていくと、ね、市場の中に出てくるビットコインの枚数って当然減ってくると思うんですよね。それをやっぱり考えていくならば、減っていく割には需要も高いってなったら、これ金額が上がらない理由が私はね、想像できない。逆に、うん、上がらない理由が何なのかって逆に思う。もう変なことが起こってね、人々の興味がもうほぼほぼなくなっていったら、それはあるかもしれませんけど、このね、去年からの流れでもう大企業がこんだけビットコインの買い集めを行っているってことは、やっぱり何かしらがやっぱあるんですよ。だからここに時代の流れとしてやっぱりね、乗っていけるかどうかっていうのが、やっぱり10年後を見た時に笑顔になれるかどうか、まあ一つですよ。まあ仮想通貨業界が唯一笑顔になれる業界ではないですけれども、一つね、笑顔になれる業界としては、やっぱり今からという業界として、まあ笑顔になれるんじゃないかなと、10年後を見据えていくとね、やっぱそういった観点で物事をやっぱり見ていくのが当然ベストだと思いますので、そういった意味も含めまして、今年、来年、再来年ってね、やっぱりビットマン TV 号にご乗船いただいている方は、やっぱりもう石にかじりついてでも、この業界にはやっぱり留まっておくべきです。はっきり言いますけど、べきだとやっぱり私は思いますよ。うん。去年からの流れを見て仮想通貨業界終わるわって思う方います？逆に、いや、いるんだったらどういう根拠があってそれがなるのかな、まあ、さ、わからないと思いますけども、私は一応ね、一回きりの人生ですよ、皆さん。そうですよ。一回きりの人生なんですよ。うん。そこで、普通の方々がね、やっぱり、大金持ちになるっていうチャンスってそうそうないと思います。一生かけたうちで。わかりますよね。その、大金持ちに言っちゃうとなれる、うん、まあ、新しい業界ですよね。ビッグチャンスが、やっぱり、この仮想通貨業界なんじゃないかな、というふうに思いますし、まあ、ある意味ね、まあ、持っている資産をすべてフルぶち込みしてくださいねって、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、やっぱりこう、うん、人生一回きりでね、こんな、うん、金融のメインロードを変革させるような業界、だとお金の概念を変えるような業界って、わかりますよね。そうそう生まれることじゃないと思うんです。本当に何百年、何千年っていうレベルで、ようやく変わってくるようなことが、やっぱり去年、一昨年ぐらいから実は起こってる。で、これ前も言いましたけど、多分ね、これね、仮想通貨業界、まあ、暗号資産ですね。これが、まあね、紙幣の代わりに使われていくっていう、もし流れになって、ね、100年後、200年後経ったら、多分ね、社会、
ですよ、わかりますよね。高校生とか中学生、小学生が習う社会の教科書に必ず去年、一昨年の2020年、2021年っていうのは多分ね、歴史に刻まれていくようなレベルだとはやっぱりね、思いますよ。それぐらいの破壊力抜群のものでございますので、やっぱりね、人生、一度きりでございますから、やっぱりこういった、うん、ある意味、こうね、どっちに転ぶかは、まあ、はっきりまだわかりませんよ。でもこの時代の流れを見ると、やっぱりいい方向に進んでいくんじゃないかなと思いますので、そっちにね、まあ、ある意味かけてみてもいいんじゃないかって私自身は思っている。だからこの業界にね、かじりついていこうと思っている次第でございますので、まあ、今の話を聞いてね、皆様がどう思っていくのか、まあ、個人個人のいろいろ考えがあるでございましょうけれども、私ビットマン TV はね、そういう風にね、仮想通貨業界を見ていますから、やっぱりね、こう皆様に、うん、やっぱりこうチャンスをやっぱり逃してほしくないなというふうに思いますし、これは前々から言っておりますけれども、10年後にね、皆様と一緒にクルーザーレースをガチでしようぜと、クルーザーで集まってレースしねえみたいなね、いう風にも思っておりますし、そういったね、楽しそうな未来をね、やっぱり、想像していくの、うん、それはやっぱり現実として、現実のね、自分の人生としてね、やっぱり来てほしいですし、そうなるために今ね、とにかく必死こいてね、頑張って、うん、やっぱり買い集めを行ったりとか、いろんなものを調べたりとかね、しているわけでございますから、やっぱり先行者としてね、皆様も意識しておいてもいいんじゃないかな、というふうにやっぱりね、思っている次第でございます。はい、ごめんなさいね。ちょっとヨタが入ってしまいました。で、行きましょう、行きましょう。本日の、チャートメネーキパパプーパパプーパパプーパワー未来やお願いいたしますお願いいたします行きます行っちゃいますまずは、お一つ目はこちら、バチッといやーさーい。行きますよ。まずは、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が42,800ドル付近をね、推移しております。ちょっとごめんなさいね。サクサク行きますね。ちょっと、用事がございまして、今、メンタルマネージャーがうちに先ほど来たんでございますけれども、ちょっとね、用事がありまして、ちょっとサクサク行きますね。チャート分析に、ね、行きますよ。日足レベルで見ていきますと、ただいまの価格42,800ドル付近。で、MACD 線がね、ゴールデンクロスをもう一回起こしかけておりますので、ちょっとここにはね、期待をしていきたいところなんでございますけれども、上値を重くしているのは日足では分かんないんですよ、うん、ですけれども先ほど見ました4時間足を見ていただくとはっきり分かりますでしょ、うん、この雲ねちょっと落ちてきましたね昨日うん、昨日の、どうでしょう、朝方、昼ぐらいまでであれば、に上がってくれればね、45,000ドルあたりまでグリッといけたんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりちょっと上がってくるね、時が遅かったかなと、うん、この、日足の、あ、ごめんなさい、4時間足の、うん、弱気雲の形で今、ビタで押されてますから、やっぱりこのね、雲が完全にもう意識されまくって邪魔になっているなという形で、まあ、はっきりわかるかなと、うん。ですから、昨日ね、ほら、まだまだこの黄色いライン上に多分いたと思うんで、その時に多分言ってたと思うんですけど、もしロング運用していくんであれば、45,000ドルを目指していくでしょうと言ってましたけれどもやっぱりね4時間の雲が今邪魔になってますので今ぐらいでちょっと、もしこの黄色いラインで握った方がいるんであればちょっと利確をね考えてみてもいいかもでまあ抜けないとは言えないので抜けた後はこのね4時間足レベルの雲の上端値44,600ドル付近でまあこれぐらい意識はされてますからガチガチ押されてますからね、この44,600ドルぐらいで、手締まっていってもいいんじゃないかなというふうには感じておりますだから今でちょっとね例えばどうでしょう ?3 分の2利確ぐらい。まあ、もしくは半利確ぐらいしていただいて、もし落ちてきたんであれば、このね、短期の移動平均線、青いやつがありますね。これを割れ込んだらね、まあ、利食いをしていく。やっぱりこう、購入した金額帯に戻っていくのは嫌でしょうから、少しでも利益をね、取っていきたいでしょうから、このね、4時間足レベルの短期の移動平均線を下に割れ込んだら、利食いをしていくみたいな形でね、見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、ちょっと荒いですけど、まあ、こういった形でね、ぐーっと、うん、そこを1回、で、2回、3回目。まあ、逆三尊的的なものがまあねちょっとこう作られているような感じにもなっておりますからそこはね一つ意識をしておいてくださいそれがあるんであればまあ右上がりのねネックラインがガーって引けるんですけど右上がりのネックラインが引いたとしてもどの道雲のね形とほぼほぼ被るような形にはなるかなと思いますので一応一回引いてみましょうか逆三尊的なものがこうできてますから OK ですうんここね、ネックラインを考えていくと、こういった形。うん、ちょうど、雲の形と被っているので、ここでね、押されが入っている。ですから、これ抜けていけば、44,600ドル付近までのプリッとしたね、上げはあるでしょうから、ここは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。もし、短期的に入っていきたいなと思う方がいるんであれば、この逆三尊のネックラインを上にブレイク。そして、4時間の雲も上にブレイクしますので、雲中突入してきてからね、ちょっと勝負をしてみても面白いかもねと。うん。だから1枚あたりどれぐらいでございましょうか ?1500 ドルぐらいの上昇が見ていける可能性がありますので、ここはチャンスになるんじゃないですかね。で、4時間足レベルのMACD線も右上がりなので、で、ゼロラインをほら突破しそうなので、強気相場継続中よという資産になりますから、ちょっと短期的にはね、上がってくるかもということで意識をしておいてください。今日は、ちょっと調子がね、もしかしたら本当に良くなってくるかもね、ということは押さえておきましょう。とにかくこの右上がりのネックラインを上にブレイクしてくれば日足レベルでは特に邪魔になるようなものがないので44,500ドルぐらいまでの上昇をね見ていけるでしょうということでよろしくお願いいたしますはい次行きまーす次はこちら行きます行っちゃいますビットコインがキングならイーサリアムはクイーン
ンでございます。席もお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が$3,240付近をね推移しているような形になっております。で、この通貨に関してはね、なかなかまあ上がっては来ているんですけどね、ぐっと陽線を昨日つけてきて、今日まあね、短期の、昨日あたりぐらいからずっと言っていたんですけど、この短期の移動平均線で頭をやっぱり押さえつけられているので、冷やしレベルのですから、これをクリアしてくればね、ちょっと様子は良くなってくるかなと。で、どの辺ぐらいまで上がってくるかというのは言っていたこれですよね。長期の移動平均線の$3,450、まあ今の値打ちでいくと$3,440ぐらいまでの上昇は、まあ見ていけるかもねというふうには言っておりました。で、ビットコインがあのね、先ほど見た逆三層のネックライン上抜け、上にブレイク、そして雲中に突入してくればぐっと$4,400、$44,000付近までぐっと上がってくるでしょうから、そうなった場合はね、当然イーサリアムも相関性が出てきてぐっとね、$3,400ぐらいまでの$3,440ぐらいまでの上昇はね、見ていけるんじゃないかなというところで、期待をしておきましょう。よろしくお願いいたします。で、あとは邪魔になるものは、あ、ここですよね。4時間の雲の下端値が$3,370ぐらいにいますので、ごめんなさい、$4,440に行く前に4時間足レベルの雲の下端値$3,370で押されるでしょうから、もしね、今、ビットコインの様相がまあ、よく、悪くはないので、ネックラインを超えていった時にイーサリアムを見てみて、ちょうどね、この値打ちでもじもじってしているんであれば、ちょっとロングインをかましてみて、ぐっと$3,370ぐらいまで、上昇を見ていってもいいんじゃないかなというところで意識をしておいてください。よろしくお願いします。4時間足レベルでマックD線右上がりですので、ゴールデンクロスを起こして、ちょっとやっぱり様相がね、良くなってきているよというふうにはね、思いますよ。で、短期の移動平均線が中期の黄色い移動平均線をね、下から上にブレイクしてますから、まあ、これも、短期の移動平均線が支えとなって、ぐっとね、その上を目指してくる可能性がありますので、期待はそこら辺をねしておきましょう。日足がやっぱりいいですよね。まあもし落ちてきたとしても、このね、日足の短期の移動平均線$3,150でサポートが入って、また上をぐっとね目指していく可能性もこれ当然ありますので、ちょっとね、チャレンジ、もし、今の値打ちでチャレンジしたくないと、ちょっと落ちてきてからチャレンジしていきたいなと思う方は、$3,150付近でのサポートが入ってくる可能性がありますから、この値打ちでね、ちょっとロングインをしてみて反発を狙ってみるみたいな形で見ておいてもいいかなというふうに思いますので、ここもね合わせてよろしくお願いいたします。まあ結構ね、小幅でございますけども、まあ、稼げないことはないかなと思いますので、そこはね、まあでも上がってきたときは必ずね、ちゃんと細かく利確をしていきましょうと。で、大きな流れが変わるのはやっぱりこの右下がりのね、高値を結んだラインを超えていったら、結構ね相場感が良くなってきて、市場最高値を狙っていくような動きに、ね、なる可能性がこれありますので、そこに対する期待感をね持っていきましょうということで、よろしくお願いします。今でもまあ小幅で、ちょっと稼いでいくフェーズかなっていうのは押さえておいてください。ビットコインがね、上がってくれば、イーサリアムも相関性が出てきてぐっとね上を目指していくでしょうから、ロングチャンスとして捉えておけるでしょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はこちら見ていきましょう。いきます、行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。行きます、行っちゃいます。ステラなんでございますけれども、ただいまの価格が$0.26付近をね推移しているような状況になっております。で、まあこの通貨に関しましてはね、まず状況として右上がりの黒いラインを下に割れ込んでしまったんですよ。トレンドラインですね、サポートとして聞いておりました。で、これを下に割れ込みました。ですから、まず前提として上がってきたとしても、この裏タッチが効いてくるでしょうと、そこは意識をしておいてください。ですから、長期の移動平均線も被ってますのでね、上がってきたとしても、$0.3付近ではやっぱり頭を押さえられて、来るかなと、裏タッチで抵抗されるでしょうから、大きな流れの中で、相場感がちょっと良くなってくるなってなるのは、やっぱこのね長期の移動平均線をクリアしてくれば、トレンドライン上でもう一回回帰をしてきますから、上をグッとねさらに力強く狙っていくでしょう。 OK です。ですから相場感が、長い目線で見ると変わってくるのは、この右上がりのトレンドライン上に乗っかってから、$0.3を超えていったらちょっとはまあ良くなるかなという感じ。 OK ですか。で、その前に今4時間足レベルで直近で見ていくならば、まあ悪くはないんですよ。悪くはない、直近でいくならば、1月6日からずっとね高値をずっと抑えられて右下がりで、こう推移をしていたんですよね。ですけど、そのね右下がりの高値を結ぶラインを今突破してきましたので、一応ね 0.2、まあ、この黄色いライン $0.27チャレンジには今ね向かっています。ですから、まあ戦略としたら、まあどうでしょう、ちょっとね雲の重さもあるんですよ。で、そうそう、邪魔になるものがちょっとあります。まずこれ、ね、上がってきたとしてもいいですか、黄色いラインを超えられるか超えられないか、これは4時間足レベルの雲のね、弱気雲の上端値がやっぱり邪魔になりますので、やっぱり上値をさらに今重くするかなと。雲中突入してきて黄色いラインを抜けようにもな
かなか抜けきらないと。で、あとは、日足レベルの雲も邪魔になるんですよ。こういった形で。わかります?ですから、ドルベース的に行くと、2.78 ドル。あ、0.278ドル付近で邪魔になるので、それを加味すると、日足、わかりますね。4時間の雲を突破しても、その直上で抵抗される可能性がありますので、入るんだったら雲中突入してから入った方がいいです。これは。うん。だから、短期的に勝負していこうかなって思う方は、0.28 ドルを超えていったら、日足雲中突入してますから、そこから裏タッチの 0.3 ドルを狙っていく、みたいな形で見ていくのがいいんじゃないかなと思いますので、1枚あたり、まあそうなると、2.5 円から3円ぐらいの利益がまあ狙えるでしょうと。まあ、金額自体は1枚あたり安いのでね、ですから 8% ぐらい、の上昇が見ていけるんじゃないかなというところで、ここはね、押さえておいてください。OK ですか?ですから、ステラは、ちょっとね、上がってきていると言って握ると、その直上で抵抗される可能性があります。で、黄色ライン抜けたと思っても、日足の雲が邪魔になりますので、だったんなら日足雲の中に入ってから、裏タッチまでを狙っていった方がいいですよ、ということですから、そこでのね、ロングチャンスは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きまーす。次はマティックを見ていきましょうか。マティックを見ていきましょう。強いですね、マティックがね。ぐっとまた上がってきましたよ。行きまーす。マティックなんでございますけれども、ただいまの価格が 2.34 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、どこだったかな?一応ね、注意点があったんですけど、まず、日足レベルでね、右上がりの上昇チャンネル台を推移していることには変わりないと。うん、そうですね。で、一応ね、4時間足レベルちょっとまず見ておいてほしいんですけど、4時間足レベル見ると調子はいいんですよ。4時間の雲突破してきました。うん、今回の上昇で。まあ、これは、まあ、ダブルボトムがね、成立してきたというところでしょうね。ダブルボトム成立からのここですよ。いいですか?ネックラインを超えて一気にグッとね、上昇してきた。で、ビットコインのね、要素も相重なってきたのが、あったので、まあ、その、ね、流れのまんま、4時間の雲と、あとは、長期の移動平均線もクリアします。これはだからいいんですよ。ちょっと消しますよ、ここ。はい。ね、長期の移動平均線も赤いラインですよ。クリアしてきて、今、まさにゴールデンクロスをね、4時間足レベルで起こそうとしてます。短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上にブレイクしそうなので、これはマジで様相がいい。で、4時間足レベルのマックリー線も右上がりなので、これはもういいね、流れでしょう。ただ一つ気になるのが、このオレンジのラインをちゃんと抜けられるかどうか、これがもう最後の壁になりますから、これは、この前のフェーズでの三尊のネックラインなんですよね。三尊のネックライン。だから、これはやっぱりね、意識はされてくるでしょうから、0.244 ドル。0.2444 ドル。うん。ここを抜けていけば、さらにね、力強い上昇が待っているというのは、まあ、明らかでしょうね。ここを抜けていけば、上昇チャンネルの上端値、2.444 ドルですよ。あ、ごめんなさい。0点って言いましたね。2.44 ドル付近を超えていけば、この前のフェーズの4時間の三尊のネックラインも上にブレイク、すべてを下にね、抱えるような状態になりますので、もうね、晴れ渡る空です。私の住んでいる地域のような感じ。で、どこを目指していくかといったら、上昇チャンネルの上端値 2.7 ドルをまずは目指していくでしょうということですから、2.45 ドルぐらいをつけていったらロングチャンスですね。入っていって、ロングインしていって、2.7 ドルぐらいを狙っていくみたいな形で短期勝負をね、していってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは意識をしておいてください。はい。この三尊のネックを超えたらロングチャンスですからね。よろしくお願いいたします。4時間足がまあね、いい形でね、仕上がっていますよというところは押さえておきましょう。で、今日の最後ですね。いきまーす。今日の最後は、ヒーローを見ていきましょうかね。ヒーロー、どこにいるかなということなんでございますけれども、ヒーロー、ヒーローが見たいんです。私はヒーローがとにかく今見たいでございます。皆様、行きましょう。どこにいるかなタラタタラタタタラタタラタタでございます。皆様、行きまーす。どこかなマジでいないんですけど、ごめんなさいね。ちょっと上に戻りましょう。ヒーロー、どこでしょうかね。上。どこにいるかな、どこにいるかなってことで、ちょっとごめんなさいね。本気で見当たりません。いるかな、もうそろそろか。通り過ぎとるやないかいと思ってる方も絶対いますよね。ごめんなさいね。もう一回戻らさせてください。ヒーロー。あれ?ヒーローがガチめにいないんですけど。ヒーロー。なんか目がチカチカしてきましたね。すいませんね。ちょっとごめんなさいね。ヒーローがいないぞと。ヒーロー。どこかな?あれ?ちょっと待ってください。本当にいなくなったんですけど。ちょっともう一回だけ上に戻りましょう。ヒーローが本当にいなくなってしまいました。ヒーロー。どこでしょう?ヒーロー。ちょっとごめんなさいね。ヒーローが本当にいないです。ごめんなさい。ヒーロー。あれ?本当にいないですね。ごめんなさいね。あれ?消しちゃったかな?あれ?最後に戻らさせてください。もしないんだったら、あれですけど、ヒーローがいないですね。ヒーローがいない。あれ?消しちゃったかな?
いないですね。消し、あ、いました、ごめんなさい、ごめんなさい。すいませんね、ごめんなさいね。はい、行きまーす。はい。ヒーローなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.109 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しては、4時間足レベルではね、いい形で、今ね、仕上がっているよというふうに見ていただけますか。下降ウェッジを上にブレイクしてきました。はい。下降ウェッジを上にブレイクしてきました。で、あと一つが、このね、雲中突入をしていますから、一旦のね、この、上昇 0.116 ドル付近までの上昇は、まあ、一旦見ていけるんじゃないかなと、いうふうには、ここね、見れます。で、あと一ついいのが、ちょっと雲を消しますけれども、まあ、下降ウェッジを上にブレイクしてきたということはいいでしょうかね。まあ、ロングインの、チャンスっちゃチャンスです、やっぱり。で、あと一ついいのが、やっぱりね、この、あの、ね、損切りラインは結構はっきりしていて、何かって言ったら、この中期の移動平均線があるんですよ。黄色いライン。これを下に割り込んだら、まあ、損切りをしていけばいいかなという感じ。で、ここ見ていただいたらわかるように、下髭ポーンと残してね、中期の移動平均線をなんとかサポートとして機能を今させてるんですよ。ですから、中期の移動平均線がぐーっと追いついてくればね、またさらにぐっと一段上の上昇が、ちょっと期待はね、できるでしょうし、さっきも言いましたように、もしね、ロングをするんであれば、中期の移動平均線を割り込んだらね、損切りをしていくのがいいでしょうと。で、あと一つは、やっぱりここでね、高値、切り下げ、安値、切り上げの三角持ち合いをね、ちょっとこう作りそうな形にもなっておりますから、ヒゲまで加味するってこういった形。ですから、このね、上端値を抜けていけば、さらに強さがね、増してきて、上をぐっと試しに来るんじゃないか。ですけれども、4時間のね、雲がありますので、0.117 ドル付近で一旦は押されますけれども、このね、長い時間作られていた下降ウェッジを上にブレイクするっていうのは様相としてはよろしいので、ここはやっぱりロングチャンスとして押さえておきましょう。やっぱ気になるのが雲の存在だけですね。そこをこなしていければいい形で仕上がる。で、日足レベルのマック D 線を見ていただいたら分かるようにゴールデンクロスを起こしかけておりますので、ここもいい形で、まあね、包み陽線が出てますから、今日ね、陽線終了してぐっと上値を伸ばしてくれれば、先ほど言いましたように4時間足レベルの雲も突破して 0.13 ドルチャレンジで、ここを抜ければかなり強さが出てくるでしょう。うん、 0.13 ドルを抜けていければ 0.17 ドル付近まで、特に抵抗線、ごめんなさいね、4時間足の長期がちょっと邪魔になるかなって感じだから 0.13 ドルを超えていけば 0.14 ドル、そしてそこを抜ければ 0.17 ドルという結構ね、大幅上昇が期待できるようなフェーズに入ってくるかなと思いますので、長期の移動平均線がぐーっと下がってくるまでね、ここもたついていってもいいかなという感じで、抜けていってからのロングインをしていく。だから1月後半あたりぐらいからちょっと動きがね、出てくるかもしれませんというのを押さえておきましょう。ただ、まあ、短時間で言ったとしても、下降ウェッジをね、上にブレイクしているので、ロングインのチャンスとしては、特にね、問題はないですよというのを押さえておいてください。で、損切りラインも結構はっきりしてますから、このね、何遍も言いますけど、中期の移動平均線を下に割れ込んだらもう損切りをしていくみたいな感じ。で、もうちょっと落ちてから握りたいなと思う方がいるんであれば、下降ウェッジを上にブレイク、そして雲中突入してますので、雲の下端地に来た時に、ここ下がってきた時の 0.107 ドル付近で、ロングインをして、このね、三角持ち合い上にブレイクしてくるっていうところをちょっと期待をしていきたいところで、でもいいかなという感じ。まあ、下降ウェッジを上に抜けたっていう事実が強いでしょうから、ね、ちょっとロングチャンスネイチにはいますよと。ただ、雲の存在だけが気になりますよっていうのがありますので、そこは意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、高値で掴んでもちょっといいよと思う方がいるんであれば、雲を全部抜けてからね、ロングインをしてみてもいいでしょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。ちょっと最後ね、もたついてしまって申し訳ございません。そうですね、 4時間のね、雲を抜けていければ 0.13 ドル付近を狙っていけるようなフェーズになるかなと思いますので、そこは期待をしていきたいところですね。上値を重くさせたくないんであれば、抜けていってから入っていってもいいかもしれませんね。ごめんなさいね。ただまあ今のね、下降ウェッジを上にブレイクしているから、結構ね、いい場所にあるっちゃあるんですけどね、ちょっとチャレンジしたい方はしていってもいいかも。さっきも言いましたように、損切りラインは結構はっきりしているかなと思いますので、そこはよろしくお願いいたします。はい、それでは第1部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんときますか、なんと10,451 名様に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメントとですね、本当に皆様、あのビットゲットさんのね、取引所をより良くするにはどうすればいいですかっていうね、皆様からあの案をね、今ずっといただいているわけでございますけれども、あの案はすべて転送して、コピーしてね、マネージャーの方に送っておりますから、ちゃんと送っておりますので、ここはね、もし他に何かあるんだれば、やっぱり BGB ですよね。ここの使い方が上手くなれば、いくんじゃないかなと。 BGB で稼げるっていう状況になればね、取引所自体の強さも出てくるんじゃないかっていう風にやっぱり言ってる方も何名様かいらっしゃいましたので、本当にね、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともね、ぜひともよろしくお願いします。そして、ビットゲットさんはね、あの入金キャンペーンをやっておりますので、もし気になる方がいるんであればね、ぜひとも入金をしてみて、取引をね、してみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第1部の配信以上となります。第2部の配信はね、今日のまた夜、11時から12時ぐらいに配信をね、滞りなくしていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは第2部でお会いしましょう。では、バイチャッ、バイチャッ。